はい、お名前をお願いします。はい、ブラザーのリョウです。よろしくお願いします。はい、リョウさんお願いします。お願いします。またね、サングラスがすごい、いやいやいや、昨日買ってきたばかりこれまさかこのためも少しあってそう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 気合入ってますね。楽しみだったのね。本当に楽しませていただきました。ありがとうございます。楽しかったですね。じゃあちょっとグローブ紹介なんで、はい、まず一つ目、はい、スラッカー。やばいなこれ。内容、うわこれスラッカーの今年出たばっかりの DS1、はい、小指日本仕様のやつ。はい、がっつり深くスラッカーっぽくないスラッカーですね。そう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 。結構最近ほらウィルソンとか小指に流行ってるじゃないですか。そうですね。それでウィルソンはやっぱ流行ってるから、逆にじゃあちょっとスラッカー買ってみようかなみたいな。まあ普通そこに絶対手を出さないだろうなって言われてたメーカーがスラッカーじゃないですか。そう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 、まあ、そこでもう興味出ちゃった。いかがなものかと。そう、使ってみて実際どうですか。それでね、使ってみて、はい、で自分で片付けしたんですよ。おお。本当だったらね、矢沢さん、あ、これ矢沢スポーツで買ったんですけど、いつもだったら矢沢スポーツさんに頼むんですけど、最近ちょっと片付け自分でやるのが趣味というか、はいはいはい、楽しいですよね。そう、楽しい。ただスラッカー難しくなかったですか。難しい。で今回公式なんですよ。ああ。ちょっとその軟式の柔らかさがすぐちょっと柔らかくなっちゃう感じがあったので、はいはい、今回はちょっと初めて公式スラッカー買ってみようかなと思って、うんうんうん、したら結構硬いんすよ。そうっすよね。すごい硬い。スラッカーってなんか言い方すごい悪いですけど、公式と軟式の皮が全然違うんですよね。うん、公式のグローブはコスパよく皮強くっていうのはすごいイメージあるので、すごい硬くて、未だにちょっとね硬い感が あるかなって。湯もみ、湯もみですか。ああ、水じゃない。水でしました。今回水です。水です。なるほどなるほど。まあスラッカーのグローブはお湯につけなきゃ始まらないですからね。配色、まあ、トレンチとホワイト、まあ、で同系色っちゃ同系色に近いですよね。イメージは、はい、天使なんです。天使まあ、なるほど。まあ、この色となんか、はい、ね、そういうイメージさ、あくまでイメージ、はい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 、そういう感じのイメージ。エンジェルグラブと、そう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 、いうことで。そうですね。これすごいおしゃれだなと思ったのがラベル合わせてますよね。合わせましたね。ちょっとこういう合わせ方がこういう、なんて言うんだろう、こう、こう、うん、こうなんか系と同じ。まあ、明るいけどガチャガチャしない。そう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 。そうそうそう。いや、すっごい、これ、わあ、やばいな。語彙力なくなるけど、うん、やばいな。本当に。最近ちょっと、まあこれはまあシンプルじゃないですけど。はいはい。いや、でもシンプルな方じゃないですかね。そう。まだシンプルな方で作ってみた感じです。はいはい。で、内野用だけど背面紐同士が。そう。わざと。ああ、なるほど。何の意味もないです。なるほど。飾り紐的な。単純に配色の問題です。なるほど。ちょっとでも色を使いたかった。そう、デザイン性でただ選んだだけです。なるほど。いやでもそれがね、おしゃれなんですよ。やばい、めちゃくちゃかっこいい。指輪手もちゃんと小指仕様になってて、僕もスラッカー好きなので、どんどんそそられてくるんだこれは。使った方がいいですよ DS1。 あ、まあ、小指が好きな人はいいかもしれないですね。なるほどなるほど。初めて確かにスラッカーで小指で使った人見たので、いい情報でした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとお次のグローブ。次2個目、次がこれです。お、まさかのこれはこちら和牛ジェビ出たー、宮崎和牛。これはもうね、最高っすね。色すごいな、これ。これ色、あの新色のスパークルイエローとブラウン、やばいな、が出ますよと。はいはいはい。ってなった瞬間に野球やショップに電話して、オーダーできますかって聞いたら、いやまだ先なんですけど、とりあえずオーダー用紙は出せますよって言うんで。ちょっとどこでやったか当ててもいいですか。はい、小柳さん正解です。暴れるな、まあ、小柳さん。まあ案外ね、だから結局ほらオーダーは1月からになっちゃうんで、はいはいはい、まあ時間はかかったんですけど、まあ新色でがっつり作りたくて作ってみましたね。これ型番は何。これ006T。 はい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 、はい、これも案外ね、この、うんうん、固有にみたいな感じで、はい、ここ土手が狭くて深めに使えるんで、奥でしっかりとって感じですよね。でこれも小指にしよう。おお。もう最初から小指にしようで頼んでました。すっげえ。もうね、宮崎のマンゴーを示すかのようなオレンジ。これね、いいっすよ。すっごい。軽いんすよ。あ、そうっすよね。え、ちなみにオイルって入れてます？オイルは、俺はね、あれ塗ってますね。普通にニベアとか。あ。いや、言いますよね、ニベアの塗って。そう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 。そういう系をもう手に塗って。はい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 。昨日も。カサカサしたんでそのままバーって塗って。なるほど、なるほど。あとはあのほらプロテウスオイル、はい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 、はい、あれたまにかけたりとか。最強ですよね、あれは。あれかけて、あとはもう
最近はもうずっと手でこうやってやってるだけ。そうですね、手でこうやってるだけ。そうで、JB のイメージは油キュッとっていう、まあ、たまにどうしても、まあ、たまにはね汚れたりとか、はい、そういう時はあるんですけど、基本的にはもうブラシで取って、あとはもうタオルでとりあえず拭いて、はい、あとはもうニベアとか。 JB だからできる技ですよね。あとはもう手の油ですよ。すげー、こんな感じ。これやばい、これやばい。でこれね、オリジナル刺繍あって、おここに北斗市政で市長制。うわうわうわ、これオリジナルで作ってもらいましたね。すげえ、これやべえ。これの分また値段が上がってるんで。だってもう公式で JB ってただですね、高いじゃないですか。そうそうそう、5万ちょいですよね。はいはいはい。それにまあ刺繍代なんで、まあプラスいくらみたいな。やばいな、ちょっとブラザーさんの皆さんはちょっとグローブへの熱がすごすぎる。圧倒されてます、ここ来て。はい、こんな感じですかね。いや、すごいな。ちょっとなんか閉じた感じ、外野手っぽい閉じ方してますね。あ、そう、自分が結構こういう閉じ方が好きなんですよ。この薬指ぐらいで閉じるの。はい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 。自分は手がちっちゃいんで、はい、昔やっぱ手がちっちゃいと小学校の時ってこう、そうですね、曲がってきちゃいますよね。それが嫌で親指を効かせたかったんですよ。それなんで、あとはがっちり掴むタイプが良くて。なるほど。それで自分でこれも片付けしてた。おー、こだわりの詰まったグローブ。自分でやった方が、あ、まあそれはあくまでちゃんとできるようになったらの判断。まあ自分もちゃんとできてるか知らないですけど、はい、グローブのことちゃんと自分の手に合うんですよね。やっぱ人の手でやってもらうのと、やっぱ入れた時に、あ、広いなとか、はい、あ、ここ当たるなとかあるんですけど、自分の手入れちゃえばもう自分の手の形になるんで。そうですよね、形状記憶で。そう、いや、すごいな。それなんで最近はもう自分で片付けしてますよね。いや、こだわりがすごい。これはもう最強っす、これ最強っす。本当に最強だと思います。これ本当にもう自分の中で最高傑作なんで。やばいやばい、本当にやばい。こんな感じですかね、はい、今回ちょっと持ってきてるのが。なるほどです。もう本当にめちゃくちゃいいグローブの紹介ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。ブラザーの小沢です。ブラザーのフミヤです。小沢さん、フミヤさん、はい、はい、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。で、まあね、あのブラザーさんのイベントに参加させていただいたらグローブ取らないわけにはいかないだろうといったところで、ちょっと、はい、皆さんのグローブ、聞いて回ってるんですけども、でまずちょっと小沢さんの方から、はい、紹介をいいですか。じゃあいいですかね。はい、ちょっと型番とか分かんないんですけど、はいはいはい、これ去年の12月に買ったグローブで。買って1年ぐらい。1年ぐらいですね。これのアシックスの。アシックスでオーダーですか。オーダーですね。すごいなこれ。色はブルー、ディーブルー、はいはいはい、っていう色で、とイエローとイエローですね。あと紐がピンク、はい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 、はい、で刺繍もがっつり入ってて。そうですね。すごいなこれ、カラーリングが一応子供の名前、おお、ココとコニー。おお、すげえ、はい、めちゃくちゃお子さん重いですね。そうですね。いや、いいな、はい、型的にはちょっと小さめですか。小さめですね。結構頻繁に使ってたりとかしますか。あ、はい、だいたい、まあ、参加するたびに使ってるような感じですけど。ブラザーさん、ちょっと皆さんに質問したかったんですけど、はい、めちゃくちゃグローブ持ってるじゃないですか。はい。使う機会限られないですかって。いやー、まあ、ぶっちゃけ限られちゃいますけど。ですよね。僕も前まで20個ぐらい持ってたんで、はいはい、すごい気持ちわかります。でも持っときたいっすよね。そうですね。まあね、気分によって変えたりとか。はい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 。さすが、ああ、もうわかるなー、その気持ち。で、窓ちょっと小さいっすね、グローブの背面の窓。ああ、はい。この手口のところが、はい、若干小さいかなと。すみません、変な持ち方。ああ、はい。結構フィット感良さそうだなって。そうですね。手に馴染むような感じにはなってますね。で、ウェブがまたおしゃれだな。この形が好きなんですよね。そうですね。すごい綺麗に入ってるので。いや、めちゃくちゃ、しかもカラフルで、はい、カラフルだけど収まってるからいいっすよね。そうですね、ちょっとまあ、ね、遊びも入ってるんですけど、いや、入るだろうな。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、お次のグローブ、まあ、この、これ買う前に買ったグローブで、はい、これも一応 SSK のオーダーなんですけど、はい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 、はい、ちょっと、ね、軽量化を意識してというか、ありますよね、はい、メッシュじゃないけど、なんか SSK さんって。そうですね、ちょっとこう、ありますよね、はい、なんて言うんだっけ、なんか名前あった気がするんですけど、
まあ、メッシュに似てるようなやつ。そうですよね、はい、これはもう完全セカンド用というか、本当にちっちゃいグローブで。なるほどなるほど、はい、あとはポケットは結構深めですか浅めですか。あ、どっちかといったら深めになるのかな。あ、はい、ちょっと補給面見せていただいていいですか、はい、すごい SSK のグローブって馴染む感じがあるんですよ、はい、あ、はい、オイルが馴染みやすいグローブってイメージが。そうですね、染み込みやすいというか。そうっすよね、はい、だから保管状態はめちゃくちゃ保ちやすいだろうなっていう、はい、これ何年ぐらい前ですか。5、6年前ですね。で、ずっと使ってて。ずっと使ってました。まだまだ正直使えますよね。まだ、はい、使えるんですけど、と入ってセカンドしかやってなかったんで、で、サードショートと、まあ、ちょっと外野もやってるんですけど、はいはいはい、やり始めた時にちょっと1個大きいサイズにしたんですけど。じゃあ基本的にはサイズはちょっと大きい方ぐらいだけど、大体型としては一緒みたいな感じですね。はい、感じのグローブですね、はい、どちらかというとひねり系ですか。そうですね、ひねり系。こっちはちょっと縦っていうか、親指と小指の感じで作ってるんですけど、はい、こっちはちょっとひねり系ですね。すげえな、なんか味があってすごいかっこいいっす。そうですね。なるほどです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてこちらになります。ちょっと待った、すごいな、これまたすごいグローブが国旗入っちゃってるし。国旗入っちゃってますね、やば。スラッガーで、これはあれですか、代表とかですか。いや違いますね、ただ日本人の理由でこれを入れました。なるほど、はい、和の心を忘れずに。和の心を忘れず、あと感謝の心ですね。ちょっと刺繍でかくないですか、もちろん。はい、できるんですか、スラッパーって。なんかでかかったですそういうことかって頼んだらでかかっただけだったっていう。ただただでかかっただけです。なるほどこれワンプだけどエッジ入ってるじゃないですか。なかなか、そうそう、スウェブでなかなか珍しいなっていうのがあって、これ小学校6年生の時に、小学校4年生、5年生、6年生でスラッガー使ってたんですけど、はい、初めて使ったウェーブがこれだったんですよ。しかもなんか JS4 とかなんかあったんですよ。確かにありましたね、はい、久しぶりにと思ってこれを選びましたね。なるほど、はい、めちゃくちゃちっちゃくないですか。これめちゃめちゃちっちゃいです。型番なんか覚えてます。型番覚えてないですね。ま、そうですね、オーダーすると消えちゃいますもんね、はい、型番スラッガーは。覚えてないですね。ちょっと補給面にして、はい、人差し指押し出しますよね。あんま押し出さないですか。あ、自分あんま押し出さないですね。けどまあたまに押し出してキャッチボールするぐらい。あ、もう、でもそう、これまで、はい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 、押せないんで。すごい、なんかさっき背面こっち見てた時に、はい、ここが柔らかいなと思ったんで、人差し指のところが、はい、押してるのかなと思ってたんですけど、意外とそうですね、あんま押せてない感じ。あ、なるほどな。逆巻き、まあスラッガーだと逆巻きですよね。これはちなみにどちらで。こちらは矢沢スポーツですよね、はい、愚問でした、すいませんですよね、はい、これちょっといいですか、もしかして玉ハミとヘリ側ゴールドですか。玉ハミは違うか、ヘリ側はゴールドですね。ヘリ側ゴールドですね。で、はみ出しがクリーム系かな、黄色系かな。黄色ですね、確か。カラーリングもめちゃくちゃいいな、これ。レッドが基本色、はい、で、補給面ウェブが黒、黒と、あ、黒ですね。そうですね、はい、レースがブルー、はい、すごいな、これは。なんかお気に入りの。そうっすよね、はい、全部反対色に近いじゃないですか。そうなんですよね。それでもが、黄色と金がいい感じに中和してくれてるなっていう、はい、そんな感じで、はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一個が、はい、すごい色なんですよね。いや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 、すごい色なんですよ。いや絶対大丈夫です。母の日に作ったんだろうなって思われるぐらいだね。それがですね、はい、ちょっと遠征先から帰ってきて、はいはいはい、グローブを引き取る時に勢いでしちゃったグローブですこちらと前藤川さんにインタビューをさせていただいた時に、グローブを取りに行ったらグローブをオーダーする人が、まあ僕もやったことあるんですよ、小柳、はいはい、スポーツさんで、はいはいはい、ブラザーの選手にもいたなとか言ってたんで。ああ、それがまあ多分自分だと、まあ何人かいるんですけどまあ多分その中の一人ですね、はい、これが伝説のグローブオングローブとそうです。どういう状況っていうすごいな。これはちょっと早め、あの小指側見せてもらっていいですか。この刺繍は矢沢さん、矢沢さんのマークと、はい、あと自分がフミヤなのね、238を入れました。かっこいいね、数字で語呂合わせできるのかっこいいよな。型番は中村選手型ですよ ね、 すね、ちょっと縦型。まあ縦ですね。でも使ってる感じは横ですか。まあはい、片付けしないんで、うん、使って
はいはいはい、柔らかくなってる感じなんで。なるほど。ジェットさん納期長くなかったですか？いや、まあそんな確かかかってなかった気がする。ああ、最近早くなったのか。はい。で、ちょっと補給麺側を。あ、えい、オフホワイト。これですよ。白。どこまでも白いな。真っ白です、補給麺は。ですよね。で、マチ部分がピンクですね。そう、背面とグローブのあの補給麺のマチ部分。裏側もピンクですね。あ、そうですね。なるほど、なるほど。ピンクお好きなんですか？いや、ただただピンクにしました。なるほど。はい。すごい分かりやすい。2年前の21とかだったんで、はいはいはい、この色でもいいかなみたいな感じで。若干若気の手に入ってるからグローブですね、はい、もう中二病ですよ。まあまあ、まあ、悪くは言えないからな。俺ピンクを、ピンク、まあ確かに、中学校の時僕もピンクのものは多かったですけど、まあ、いざ着たら結構いい色という。そうですよね、はい、なんかショッキングピンクじゃないですもんね。そうなんですよ、薄いピンクみたいな。うん、すごい分かる。鮮やかっていう、はいはいはい、鮮やかっていう、ギラギラしてないピンク、はい、下品じゃないピンク。そうっす、そうっすね。で、なんか片付けした、まあ、ご自身で片付けされたっていうんですけど、はい、なんかその時にこだわったこととかってありますか？特にはボール挟んで上から潰してって感じですね。なんかしっかりとポケットをまず作ってからっていうような、はい、作ってから、まあ、周りの皮柔らかくしてって、はい、そんな感じで。結構深いですよね、中村選手モデルって。深いですね。じゃあがっちり掴めるっていう、はい、けどまだ硬いんで掴めない。そうですよね、 Z のキャッチャーミット多いなんで。そうですよね。いや、 Z はしゃーないです。元が、で、皮は薄いはずなんですけどね、 Z ってなんか硬いですよね。本当にめちゃめちゃ硬いです。自分も鳴らすの時間かかったことあるんですよ。ああ、本当ですか。じゃあもうぜひね、長く、はい、片付けとともにね、ずっと片付けしていくぐらいの、成長していくグローブなんで、やっていってもらえればと思います。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すみません、お名前をお願いします。ブラザーのいぶきと申します。いぶきさん、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとね、あのブラザーさんのイベント来たので、皆さんにグローブの方を紹介していただいてるんですけれども、はい、ちょっと出していただいてもいいですか？はい、これはプロエッジ。プロエッジですね。ですね。あ、出た、これ SSK 特有のクロスウェーブですよね。そうですね、はい、このウェーブが結構好きだったんで。はい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 。これ高校の時に買われたやつとか？高校の3年の冬ぐらいです。3年の冬？引退してから買ったんですか？あ、違う、2年の冬です。2年の冬ですね。じゃあ最後半年ぐらい使ったって。そうです。なるほど。ちょっとな、今ちなみに今ポジションは？ポジションは内野主に。全般的にって、はい、なるほど。確かにでも内野よし、あ、まあオーソドックスか、サードショート用ぐらいかなと思ったんですけど、大きさ的には。そうですね、はい、大体そうですよね。これ色めちゃくちゃ鮮やかだな。 SSK ってやっぱオイルの染み込みの後の色が綺麗だよな。はい。じゃあ公式用でですよね。もちろん公式の時に買ってるんで。え、最後 SSK で半年で片付け大変じゃなかったですか？大変だったんですけど、友達にやってもらいました。ああ、なるほどね。あれですか、湯もみしてもらったんですか、友達？そうです。あ、すげえ高校生だな。あ、ちょっと補給麺見せていただいてもいいですか？うまい人の補給麺してる。いやいや、汚れが1箇所にしか集まってない。土手とか全然汚れてないですね。そうですね、ポケットしか汚れてない。もうがっつり掴むような。そうですね、がっつり掴むんですけど、手取りも。おお、あ、だからあれか、若干薬指側というかにも少し、ほんの少し傷があるのかなって感じですね、はい、土手紐は抜いてあるけれども逆巻きにはしてない。そうですね、土手をがっつり掴みもできるし、押し出しもできるしっていったような、どっちもできるようなグローブですね。はい。なんか一番のこだわりポイントとかってちょっと教えていただけたりしますか？こだわりですか？はい。まあでも1回は SSK のプロエッジ使いたかったんで。はい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 。まあ実際使ってみて、まあいいなって感じです。そうですよ。なんか最近高校生もよく見ますよね、 SSK 使ってる選手、はい、いやもうなんて言ってもね、もうちょっともう一回背面いいですか？このツヤと、ツヤっていうかそのグローブとオイルのオイリー感とラベルの金色の部分が、なんかすごいマッチするなって。なんかね、綺麗、本当に夕日を浴びてるようなグローブ。ありがとうございます。いや、絶対掴んだら離さないんだろうなこれ。僕ね、高校時代の、今年齢っておいくつですか？今19です。じゃあ去年まで高校生。はい、去年一昨年くらいまで高校生。そうです。公式のグローブでも軟式で全然使えます？使います。まあ芋見してもらったならそうか、はい、まだ全然つけますよね。でも柔らかくなりすぎてはない。そうですね、柔らかすぎるのちょっと苦手なんで。うん、ある程度の関節と柔らかさで保ってられるかなっていうような。はい、ということで今回はここまで。まあね、ブラザーさんのイベント参加したら2回で終わるわけがありません。次回もあります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。